こんばんは。こんばんは。日本放送協会 NHK は日本の公共放送を担う事業者です。日本の放送法に基づいて設立された放送事業を行う特殊法人です。総務省が所轄する外郭団体です。国民から受信料を半ば強制的に徴収し、巨大な収入を得て巨大な組織になっております。こんばんは。しかるに露骨な偏向報道、印象操作、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、日本を貶める反日に偏った、時には嘘を報道しているのが現状です。また重大事件にもかかわらずあえて報道しないことも多々あります。明らかに日本を貶める反日の報道に成り下がっております。これが公共放送 NHK の実態です。日本放送協会 NHK 放送センター、渋谷区神南にある NHK 放送センターの中には、中国中央電視台 CCTV、韓国放送公社 KBS の日本支局が同居し、これらの放送局は日本を敵国としている共産党、大韓民国の公共放送です。NHK は習近平率いる中国共産党独裁の、そして大韓民国韓国政府の意向に沿った報道、嘘の報道、反日報道を繰り返しています。NHK は反日勢力の巣窟、アジトに成り下がっています。公共放送 NHK が政府に対し、権力に対し疑問を呈する、意見を言う、これなら良いでしょう。しかし日本を貶める反日にあって反日の報道であってはなりません。現在の NHK は巨大化し、公共放送の使命を歪め、 NHK が NHK 自身の保身に成り下がっています。表向きは日本の自主独立を掲げながらも、かつて GHQ の占領政策に沿った戦後保守、アメリカの従属に成り下がっています。さらには中国共産党や大韓民国の反日勢力も入り込み、中国共産党や大韓民国の意向に沿った報道に成り下がっているのです。支那とは地理的な故障であり、そして王朝政権の名を超えた歴史的な故障の一つです。中国共産党は支那の故障を悪意的、軽蔑的故障であるから、支那の呼称は使ってはならぬ、中国の呼称を使えと要求し、結果 NHK の放送番組では支那2000年の歴史、支那4000年の歴史がわずか69年前、昭和24年に建国した中華人民共和国の略称中国を使い、中国2000年、中国4000年の歴史と放送しているありさまです。また公共放送 NHK までもが皇室を軽んじ、皇太子殿下を皇太子様、皇后陛下を皇后様、美智子様と、これこそ反日に偏った反日に変更した報道です。皇太子殿下は皇太子殿下です。皇后陛下は皇后陛下です。私たち国民は NHK を日本の自主独立のためにも反日の巣窟であり、さらには戦後保守の牙城でもある NHK を解体しなければなりません。もはや NHK を解体するほかありません。かつて国鉄の分割民営化、電電公社の民営化、郵便局を解体したように NHK は公共放送として最低必要な事業を残し解体しましょう。こんばんは。ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年8月30日木曜日です。ここは東京新宿駅南口です。ただいま午後6時16分少々回ったところです。気温は30度。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております長谷川隆です。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております。政治団体君の会長谷川隆です。今日テレビ、新聞、報道機関、マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらずあえて報道しない、このように偏向報道や印象操作、また重大事件にもかかわらずあえて報道しないことも多々あります。 NHK までもがこのありさまです。ありがとうございます。